海開きたー。あ、7月1日の大型アップデートで、海に入れるようになったんだよな。マリンスーツが売ってるね。豆吉が丁寧に説明してくれたな。Y ボタンで潜って海の幸が取れるのね。ふふ、それじゃあ早速、白亜紀島の海で初泳ぎと行きましょうか。いやー、楽しみだぜ。はい、着替えてきました。それじゃあ行くよ。おーおー、気持ちいい。いやー、夏はやっぱり海水浴が最高だな。まさか海に入れるようになるなんてね。嬉しいサプライズだわ。あ、水の中でもリアクションできるんだな。結構器用だな。金槌ではないみたいね。さ、それじゃあ、海の幸とやらを取ってみようぜ。ところどころ泡が湧いてるわね。その下に生き物がいるってことなのかしら。お、影が見えたな。簡単に取れた。イソギンチャク。記念すべき初海の幸だな。ま、食べれないとは思うけど。さ、どんどん取っていくわよ。潜った後も少し動けるみたいだな。今度は何だろう。ウミウシ、トリトドンね。カラフルで綺麗だが、また食べれそうではないな。まあどうせ食べれないから別にいいんだけどさ。海の幸っていうくらいだからどうせなら食材が欲しいわよね。やった、ウミだ。間違いなく高級食材だな。いやー、楽しくなってきた。毎回毎回初めてのものが取れるんだもん。海の幸図鑑は、全部で40種類あるみたいだぞ。よし、それじゃあ手当たり次第。100回海の幸を取るわよ。そうしたらコンプトまではいかなくても、図鑑の大部分は埋められるんじゃないかな。そうだな、頑張ってみるんだぜ。え、なんかいるんだけど、なになに、どちら様、めっちゃ近づいてきた。どうやらホタテが欲しいみたいね。かわいい。ちょっと変なやつだったが、ラッコってやっぱかわいいな。それにしても、最後の名言みたいなの何だったんだろう。エコーかかってたよな。恋愛がどうとか言ってたし。とりあえずこれからもラコスケさんに会えたら、名言が聞けると思うと楽しみだね。ジェジェジェ、真珠だー。おお、これがラコスケさんの言ってたやつだな。いやー、嬉しいね。かなり貴重だろうし。結構潜ってやっと見つかったもんな。いや、ちょっと待って。今明らかにサメだったよね。おかしいな。しずえさんが安全だって言ってたんだけど。まあ、コバンザメとかジンベイザメとか、そんなに危険じゃないサメもいるから。そうだよね。引き続き潜っていきましょう。はい、最初の40個はこんな感じ。真珠は生物じゃないけど、ラコスケさんにホタテ1個あげてるからね。いやー、こう見るとカラフルでいいな。食べられないのもあるけど、まさに海の幸って感じね。高級そうな車エビや、ホヤなんかも取れたんだな。水族館で人気の、チンアナゴもいたよ。あ、水族館といえば、これフータさんのところに寄贈できるのかな。後で行ってみようぜ。さて、図鑑の方はどうなってるかしら。タコのマークが新たに追加されてるな。タコか、後で取れたらいいな。お、図鑑の方は、16種類か、半分近く埋まったな。え、めっちゃいいペースじゃん。これすぐにコンプできちゃうんじゃないの？こらこら、あんまりフラグ立てるな。お、どうやら引き取ってくれるみたいだな。マジか、風太さん守備範囲広すぎでしょ。どうせ無理だと思ってチンアナゴとか家に置いてきちゃったけど、持ってるものできるだけ寄贈しちゃいましょうか。寄贈できたってことは、どっかに展示されてるのかな？あるとしたらこの左の展示室かな。
おお、クラゲだ、めっちゃ幻想的。いやー、マジで展示のセンスあるよな。これは新たな癒しスポットになりそうですねー。あっちのクリオネの水槽にも、地味にウニとか貝とか増えてるよ。完全にクリオネ専用の水槽だと思ってたな。そして一番上の水槽。おお、めっちゃ華やかになってる。すげー、イソギンチャクとか綺麗だな。この水槽、なんか寂しいと思ってたんだけど、一気にゴージャスになったね。こっちの水槽にも人手とか富士壺とか、さっき寄贈したものが増えてるね。いやー、どんどん綺麗になっていくから、図鑑コンプのモチベーションになるな。よし、それじゃあ引き続き、100回目指して頑張るわよ。え、待って、なんかハリマオからモヤモヤ出てるんだけど。まさかの引っ越しフラグか。最近引っ越してきたばかりなのに。まだそうと決まったわけじゃないけど、もし引っ越しフラグだったら、これ以上情が湧く前にお別れしちゃおうかな。そうだな、仲良くなればなるほど、お別れも辛くなっちゃうからな。さ、びちゃびちゃの状態で悪いけど、話を聞くわ。さようなら、ハリマオ。短い間だったが、他の島で強いトレーニング相手を見つけてくれなんだぜ。って待って、これアルミちゃんからだ。運命感じちゃうよこんなの。アルミちゃん、みんな覚えてるかな？ずっと前に白亜紀島にいたアルマジロの住民さんだぜ。そうよ、誰かが引っ越すとしても、根性の別れではないんだ。こうやって、どこかでみんな繋がってるのよ。いやー、前いた住民からメッセージボトルが届くと、なんか感動するな。はい、41から80回目の結果です。カニやタコなど、新しく見つけたのは3種類か。やっぱりさっきよりはだいぶ減っちゃったわね。カブリも相当多くなってきた。そこまで捕まえるの難しいやついなかったし、激レア生物は多分いないな。くそー、せめて半分、20種類行きたい。あと20回で、1種類でも新種が見つかるといいな。グルミンちゃん、可愛いからつい話しかけちゃうわ。私も今月ピンチかも。寄贈できなかった海の幸は一旦全部売っちゃうわ。海の幸はどんなに安くても500ベル以上で売れるらしいから、激レアがいなくても、結構いい値段になるかもな。まあまあだけど、取る手間を考えたら、金策にはならないかな。よし、それじゃあラスト20回、気合い入れていくわよ。霊夢、100回潜った結果、19種類しか見つけられず、とほほ、頑張ったのに。まあ、季節的に出ないやつとかもいただろうし、しょうがなかったと諦めるんだぜ。最後の20個はこんな感じ。今回の動画から学んでほしいことは、手当たり次第取っててもあんま効率的じゃないってことね。早めに図鑑埋めたい人は、影の大きさとか逃げる速さとかも考慮した方がいいと思われるんだぜ。それにしても、100回やっても激レア生物1匹も出ないって、相当確率低いのかもしれないわね。一応、すべての結果をまとめたのがこちら。真珠も含めると、全部で101回潜ってますね。そしてこれが、最も出やすかったものランキング。クラゲが1位という結果になりました。2位のホタテには、ラコスケさんにあげた分もカウントしてるんだぜ。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価、ぜひよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、私たちはそろそろ失礼します。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。